ニャングルリのお時間です。本日はこてつと福元と里見猫ではいお送りさせていただきます。お願いいたします。はい、はい、早いね。1年経つんね。もうあっという間にね。そうですね。もう暮れでね、クリスマスのね、聞こえてくる時期になりましたね。ね、うん、もうあっという間でございます。はい、それでは本日ね、福元さん。そうですね。以前ですね、小手さんとちょっとね、はい、RNA ワクチンの話したときにね、うん、この RNA ワクチンはね、醤油会社、ヤマサ醤油が絡んでるんで、やでとかいう話したんですけれども、それっきりね、はい、まあ話してなかったんですが、ちょっとお話ししてみようかなと思います。はい、お願いいたします。先週ですかね、まあ、はい、日本は結構RNA ワクチンのね、開発生産に力を入れ、国はわけです力を入れてると言ったんですけども、実は最初から日本はですね、この RNA ワクチンの開発に、ね、深く関わってたんですよ。おお、ああ、そうなんですか。そうなんですよ。ええ、で 大切な原料を供給している会社がなんと、うん、有名な醤油会社、ヤマサ醤油なんですよ。ちょっと意外なんで、醤油で、その、意外なんですよ。ワクチンなんですね。そうなんですよ。このね、ヤマサ醤油のね、うん、原料がなければ、この RNA ワクチンはできなかったんですよ。どういうこと？なんか全然つながらないんですよ。つながらないでしょ。それをつなげるキーワードは、ノーベル賞なんですよ。はい、ああ、ノーベル賞まで話していくんですよ。これはちょっと興味ありますね。そうでしょ。何年前か、2年前か3年前にね、ノーベル賞、カタリン・カリコさんとドリュー・ワイスマンさんっていう方がノーベル賞をもらったんですよ。これは、今回RNA ワクチンの開発生産に非常に重要な発明をしたということで、うん、ノーベル賞もらったんですけども、はい、そのは、RNA ワクチンの開発に必要な技術を提供した、だからノーベル賞だということで、マスコミは終わったんですけど、日本のマスコミは、うんうんうん、実はそのノーベル賞というのは、ヤマサ醤油が作っているウリジン、就職型のウリジン、シュードウリジンって言うんですけども、そのウリジンを使ってRNA を作ると、うん、安定した RNA ができる。何ですか、そのウリジンっていうのは。ウリジンっていうのはですね、はい、核酸には RNA と DNA があるんですけども、はい、遺伝子記号があるんですよね。4つの文字で書かれて聞きませんか、よく。ああ、はいはい。うん。ええ。うん。その鎖をどういう順番にするかによって、なんか違うもんができるんですかね。そうです。はい、4つの、文字で作られてるんですけど、うん、もう、ベースで作られてるんだけど、その4つのうち3つの文字が並んだら、それに対するアミノ酸が決まるという形で、うん、核酸の暗号がタンパク質に変換されるんですよ。はあ。うん。うん、その中の4つの文字の中の1つがウリジンっていうものなんです。はい。そしてその天然型なんですね。はい、ところがですね、はい、体の中の免疫っていうのはそういう核酸だとかタンパク質だとか入ってきたら、あ、これは大変やということで、免疫力がは、うん、発動してすぐ分解しようとするんですよ。分解されちゃうんですよ。うん、これ免疫ですね、外敵を除こうとする形ですね。とにかく、うん、なんとか除こうとするんです。一番最初に、発現する免疫が自然免疫って言うんですよ。うんうん、で自然免疫で大変だ大変だということで、全身にその、緊急事態体制を引いて、うん、そしてとりあえずその外敵、まあ拡散だとか、タンプできた外敵を除いた後で、今度また来たらあかんわということで、抗体を作る
っていうことになるんですよね。これを獲得免疫って言うんです。その次の免疫ですよ。で、よくワクチンがあるとかどういうの、抗体が作れ、作ってね、対抗するんだ。これは、二次的に出てくる獲得免疫の話なんです。うん。とりあえず、外敵が入ってくるためには、自然免疫を突破しなくちゃならないんですけど、意外と自然免疫と結構強力なんですよ。それで、拡散型の、いわゆるウイルスと同じ形のワクチンを打ったら、すぐその自然免疫と分解されるんですけど、はい、ところが、うん、天然型のウリジンを中度ウリジンに変えると、自然免疫をすり抜けるんですよ。いいよ、ほう。そんなまあいいや、体が、まあその。あ、これ何かな、何かなというのを しらーっとね、見て見ぬふりしてしまうんです、ほんで、細胞の中にその核酸が入り込んで、うん、ほんで、タンパクを作って、それが、ウイルスのスパイクタンパクで、で、それを元にして体が、あ、これは、異物が入ったということで抗体を作るということだったんです。ですから結局細胞に送るまでに自然免疫をくぐり抜けなくちゃこの、RNA ワクチンタンパクっていうのは成立しないわけなんですよ。で、その中度ウリジンで就職する就職型の RNA になると自然免疫をすり抜けて体の中で、自分とは関係ないタンパクを作れるということを発見したんですよ。おお、なんか分かったよ。それがノーベル賞。それがノーベル賞です。そうです。で、その時に、シュードウリジン、山田醤油が作っているシュードウリジンが存在しなければ、このノーベル賞もなかった。いや、これでも、その山田醤油の、そのウリジンがいいってのは、やっぱりいろんなものを集めて実験した結果、そこが良かったってことになったんですか？違います。違うの？最初から想像できたんです。これはね、また難しい話なんですけども。で、山田醤油、うまみみたいなのは拡散でできてるんです。いろいろな拡散作って、どれが美味しくなるかなってことを、研究してたんですよ。その中で、中度ウリジンっていうのをやってたんですけども、はい、そのうまみ成分としては、それは今使われておりません。うん。うん。もう、調味料に入ってるわけじゃないですからね。ああ。ほんで、だけど、世界にこの、シュードウリジンを供給してるのは、今もって山田醤油です。へぇ山田醤油なしに、この、RNA ワクチンは存在しないんです。はあ、これもじゃあ、ノーベル賞もなかったんです。と、ゆっくり話をお聞きしたいんですけどね。では、まずは、今日は、はい、はい、リクエストの方をご紹介ください。はい。では、浜田省吾で、悲しみは雪のように。ありがとうございます、はい、渋いですね。はい、いい曲ですね、うん、はい、はい、それではこの後はですね、里見猫の方に譲渡会の方のね、告知をお願いいたします。はい、保護猫の譲渡会、12月29日日曜日、時間午後の1時から4時、夢タウンさんの方でさせていただきます。子猫もだいぶデビューできると思いますので、ぜひぜひ、ちょっと年末なんですが、ご来場よろしくお願いします。猫のお悩み相談会、1月の5日日曜日、時間が、午後の1時から4時、夢タウンさん2階の丹波市民プラザ会議室の方でさせていただきます。参加費は無料となっておりますので、まずはご相談ください。はい。ね、ほんまに年末年始、ね、譲渡会とお悩み相談会、ご苦労さんでございます。ね、できるだけ早く相談いただけた方がいいと思うので。はい、あ、そうですね。もうまた、あっという間に、また春で、またこれ、出産シーズン、もうすでに入ってる、体制に入ってる猫ちゃんもいるんですかね。早かったら1月ぐらいに妊娠して、3月出産。っていうのが早いと思うんです、で先日ご相談いただいたところにちょっと見に行ってきたんですけれども、うん、そこは、猫ちゃんが大人の猫ちゃんが15匹から20匹ぐらい、ああ子猫も15匹から20匹ぐらい、どや
もうえらい、えらいことになってる、ね、もうこの一夏ぐらいで一気に増えたっていうことなんで、はい、うん、ちょっとどうしていいかわからないぐらいのところなんですけど、それでもいっぺんに言ってもそんなね、ちょっとできない数ですよね、それね。そうですね、それでもこの春までにはなんとか、はい、手術全部終わらせてしまわないといけない。そういうことか、そうしないとまたそれが売買ゲームですね、これね。そうですね、多分まあ他にも私が知らないとこでもそういう風になってるとこが多分いっぱいあると思うんで、うん、できるだけ早くあのね、ラジオを聞いてる方でお知り合いとかご近所とかそういう方がいらっしゃったら、こういうところに相談できるよっていうのをちょっとね、うん、教えてあげてもらえたら、うん、できるだけ早いご相談の方が、はい、少しでもね、あの頭数が少ないうちに手術した方がいいと思いますので。本当です ね, ね、これでもご自宅の中で買ってらっしゃるんですけど、ちょっと無理ですよね、それね。大体外で買われてる、中と外と出入り自由になってるんですけど、今結構こう全国的に問題になってるのは、この多頭飼育崩壊って言って、うん、もう経済的にももう買えなく、もうその餌代がなくなって、本人も、そのもう自分の食べるものもお金がなくなって、もうどうしようもなくなるっていうので、まあ行政とか、そういうボランティアが、うん、入らざるを得ないっていう状況があちこちでなってるんです、うん、時々まあワンちゃんとかでも100何匹おうちのだとか、そういうニュースになってる時があると思うんですけど、ね、はいはい、そういう状態になる前に手術さえしとけばそこまで絶対に増えないんで、うん、ね、1匹か2匹だけ可愛が手術して可愛がってもらうっていう分にはいいと思うんですけど、うん、もう何十とかになってきたら、もう糞尿被害がかなりご近所でもすごいと思うんで、うん、そうなる前にね、できるだけ早くご相談いただければ一緒に解決できると思いますので、なるほど、ね、ご相談をお願いします。もうちょっとそこまで行っちゃうと、ちょっともう多分ご本人ももうどのようにしていいか分からない、まあ、分からないなんて余計もうね、パニックみたいでもうほったらかしになってしまうんでしょうね。多分そうなってるのは、まあ、ご近所ともトラブルになったり、もともとこう、うん、その地域で孤立されてる方で割となりやすいんです。で、その相談、相談できないから余計に相談できそうなんですよ。で、そう考えてるうちにどんどん増えてしまったり、うん、あと近所から責められたりとか、はい、それとか、まあ、行政から指導があったりとか、うん、で、どんどんこう、かたくなになってしまって、うん、誰の言うことも聞けなくなってっていうケースがすごく多いので、うん、ね、そうなる前にまずは一緒にそんな怒ったりしないんで、そうですね、まずは、はい、一緒にこうどうしたらいいかっていうのを、うん、猫たちを守るためにも、うん、ご相談いただけたら、なかなかこう相談がないっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど、うん、ね、殺処分とかになる前にね、うん、できるだけ助けてあげたいと私も思いますので、はい、ご答えいただけたらなって思います。ほんまですね。これでもやっぱりなかなかそういう人を見つけ出すってのも難しいんで、やっぱり相談にって手を挙げてもらわないとちょっと難しいですね。そうですね、まあ、ご本人からの相談だと一番早くスムーズに進むんですけど、うん、はい、ご近所の方からとかだったら、なかなかちょっとかたくなになってしまう、ね、反対にね、どっから聞いたんや来たんやとかでね、反対に、ね、こっちが怒られるようなことになるかもしれませんのでね。そうですね。で、まあ、こう、うまくお話し進めて、まあ、一緒に頑張りましょうっていうふうになれば一番いいんですけど、はい、もう帰ってくれとかなると、なかなか、ちょっと時間がかかってしまうんで。ちょっと最初のボタンの掛け替えね、取り違いだけでも、なかなかね、後々響きますからね。そうですね。私が行った時には、すでにもう行政と揉めてる状態の時が多い。ああ、なるほど。それでいいよ、いいよ。こちらの方へ相談ということ、それは余計ちょっとね、なかなかその寄せた糸をね、伸ばすの難しいですね。そうです。まあ、ボランティア、はい、
ティア相手にはあんまりそんなに堅くなではないですけど、うん、はい、でもまあ投数が増えてしまってるんで、ちょっと大変にはなります、うん、なるほどね。はい、それではまず相談ということでね、ラジオ沖縄さんもね、まあ、ご近所にいらっしゃったらまた、ね、いろいろと、ね、連絡してあげてくださいということで、里見猫の方からですね、それではリクエストの方よろしくお願いします。はい、中島美香さんで雪の花。はい、里見猫もいつもね、いい曲ですね、これまたね、いいですね、大好きこういう曲。カラオケでもよく歌われるんじゃないですか、これは。ね、そうですね。はい、それでは、もう一度ですね、譲渡会と相談会の、ね、告知の方をお願いいたします。はい、保護猫の譲渡会、12月29日日曜日、時間が午後の1時から4時、夢タウンさんの方でさせていただきます。猫のお悩み相談会、来年の1月5日日曜日、時間が午後の1時から4時、夢タウン2階の丹波市民プラザ会議室の方でさせていただきます。参加費は無料となっておりますので、まずはご相談ください。はい、ありがとうございますね。本当に1年あっという間でね、もうなんかやっぱりチワスと聞くだけで なんとなくね、忙しい、ね、感じがしますけどもね、うん、まだゆっくり譲渡会の方をね、見学していただきたいと思います。それでは、本日のニャングロジの方はコテツと復元と里見猫で、はい、お送りさせていただきました。それではあっという間に1年過ぎまして、本当まだ良いお年をという時にね、来ましたけどもね、このニャングロジの方もね、また来年もね、させていただきますので、よろしくお願いいたします。それではラジオをお聞きの皆様、また来週、さようなら。さようなら。